ルシーの FW アルマンドブロヤはイプスウィッチタウンにレンタル移籍することになるようだ。BBC が伝えた。チェルシー生え抜きである22歳ブロヤ、2022年12月に全十字人体を損傷して以来、チェルシーでは定位置を確保することはできず。昨季後半はフラムへレンタル移籍するも、リーグ戦での先発出場はなく得点もなしに終わっていた。すると、 今夏もイプスウィッチへレンタル遺跡が濃厚に。広角を免れた場合、3000万ポンド、約56億円で買取オプションを行使できる権利もあるようだ。なお、イプスウィッチは今夏にオマリ・ハッチンソンやカルビン・フィリックスといった即戦力を獲得している。